はい、じゃあ次、はい、アイアン編やったんで、うん、ユーティリティ、ユーティリティいきます。さあ、ユーティリティ、はい、どうですか。ユーティリティは、なんか昔からでも普通に好き。あ、好きなの。ユーティリティは好き。おお。6万円と U6 だったら U6 の方が飛ぶんだけど、うん、あの調子なんかあんま良くない日、アイアンの時は U6 を短く持って、うん、の方が分かる分かる。でも抜いちゃったら6万円、うん、言うの、ユーティリティはいいやと思って。そう、これは U5 です。 U5、 うん、 U5 で150くらいかな。うん、じゃあこれは昔からそんな悩みがないのね。うん、ユーティリティはなんかね、好き。うん、あ、そうだ、ユーティリティで、ね、ちょっと左に巻きやすいかも。ああ、うん、昔巻くなんてなかったのにそれだけでも、進化だよね。 U5、おー、いいじゃん。いい感じ。いいボールだね。お、そうだ。なんかウッドとアイアンと違う、なんかこう変えてることとかある？ない一緒。ない、まあ、ウッドだとやっぱちょっと長くなる分リズムは気をつけてるけど、ユーティリティはあんまりもう考えてない。うん、いいじゃん。で、今のさ、最初にさ、ちょっとこうやってやるじゃん、こうやって。あ、そう、多分それはさっき言ってたあれだよね、最初に上げる、開きすぎないようにするために。そう、この練習めっちゃ多分ね、それ多分ルーティンなんだろうなと思って。うん、これ完全にルーティンですね。うん、やるね。うん、やる。うん、いいね。じゃあウッド行きますか。はい、ウッドは私も苦手。え、苦手なの。今ね、7と、どっち。いや、ちょっと7の方が好きだけど、練習は5番の方が多い。おー、じゃあ5番にしてみようか。うん、ちなみに7番で何、7番で何ヤード打ちますか。160、うん、で5番170、うん、あ、その辺ちゃんと当たんないんだよねちゃんと当たれば170。さあ、ウッドはどういった練習方法。ウッドは、そう、昔はちょっと開いた構えちゃってる癖があって、うん、なんかこうあんまこう突っ込みたくないみたいな。え、っていうのはもともと開いちゃってた。もともとそこを開いてたかもしれない。こう突っ込みたくないからさ。あ、ドライバーもやってた気がする。そうかも、そうかも、そう。むしろちょっと、まあ、多分普通にしたらこうなるから、うん、この通りにちゃんと握るようにして、その通りにちゃんと今は握る。え、グリップも変だったってこと。グリップもそうだね。私グリップね、どちらかというとちょっと右寄りだったの。あ、そうなんだ、逆なんだ。私と逆だわ。私は完全にそうなっていくタイプだから、こっちでしょ、フックだってく、うん、今はこうだったのね。今スクエア、いや、若干少しフックよりかも。フックより、うん、おかもしんない。今のグリップそんなぐらい。今このぐらいだな。そう、なんか私も苦手だから、アドバイス逆に欲しいぐらいなんですけど。逆にけどやっぱ大事。でも一番はリズム気にしてます、うん、リズム、本当にリズム、速くならないように、速くならないように。一番はリズムかな。リサちゃんウッドうまいよね。いや、リサちゃんなんかアイアンのように見た。アイアンのように、アイアンのように振る。なんか曲がんない、曲がんない、不思議でしょうがない。なんでウッドであんなに距離合わせてこれるのか分かんない。一番はちょっとリズム、リズム。ウッドもね、お茶と巻きやすい。巻きやすくなったんだね。それもだ、この1年半。そう、うん、悪くない。いいじゃん。悪くないです。いいよ、いいよ。あと私、ウッドね、球低いんですよ。そうね、ユーティリティに比べるとだいぶ低めだね。うん、ね、もうちょっとの球はいいなと思うけど、もう、欲張んない。うん。まあ。
あ、いいんじゃない、高さ出てるよこれは。いいよいいよリズムリズムいいよ。タニープロからはウッドは何か言われてるの？あ、ウッドというよりかもう基本すべてなんだけど、すべてのクラブのリリースが早い。あー、ためがないって。そう、あのクラブがトップで内側に左側にいるっていうの。うん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 、そう、こっちじゃなくて上げてく、延長しないとね。うんうん、少しレードオフがいいって。あ、ちょっと巻きついてるぐらいの感覚ってこと？そうそうそう。あ、まあ、右肘が、あ、こっちにちゃんと入る。あ、こう、あ、なるほどね。そう、こうでもない、こうでもない、右肘がちゃんとちょっと内側に入るように、こううん、これはなんかこのメリット何ですかって聞いたらあのプレーンがオンプレーンで振りやすいっていうのと、だからその球が曲がりづらい、うん、あと、あとあのヘッドスピードが上がりやすいから、そんな動きがないからためも作りやすい。いいことしかないんですよ。で、まあまあちょっとなかなかそこのステップはいけてはないけど、そう、気持ちレードオフになるように、そう、ちょっと練習、それすべてにおいてなんだね。すべて、ああ、でもなってるよ。これは行きたいんですけど、なかなかね。途中まではできても、多分途中からこう、こっちが勝っちゃうんだろうね。そう、意識しても多分したこの日。まあ、それはおいおい。おい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 。あとはそれだから、ね、今食べようちゃんと作れるようになって、いろんな人に聞いてるし、どうやったら食べて作れるんですか、うんうん、で、この前の人、韓国のユンチェヨンさん、ジェヨンさんに聞いたら、もうなんかタイミングリズムだって言われて、でだからまあこうアマチュアで上手い人に聞いたら、いろんなことが書いてくれるんですよ。本当になんかもう簡単かな。そうね。いろんなことが書いてくる。でも今は一番はその米の練習。はい。じゃあ今課題はためですね。ためです。はい、じゃあまた質問に行きましょう。ジュピターさんです。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。最近急にうまく振り抜いてる感じがしてたんですけど、すごいですね。なんか新感覚とかイメージ的に得るものを身につけたのかなと思ってます。はい、いつも前向きで一言が可愛いゆこちゃん感想でした。これ九州の応援しています。ありがとうございます。はい、感想でした。しげきもりふ森ファンキーさんかな。おめでとうございます。トレーニングや素振りなど、球を打たずにできる練習しましたか？しました。おお、とても素振りはめっちゃした。家で、うん、あ練習場で素振り10回やってボール1球とか。おお、うん、じゃあ、まあ、ボールバック打ってたわけじゃない。全然全然、と今でも練習場行ったらだいたい50球ぐらいかな。あら、そうなん。うん、あ、じゃあそれ以外は素振りとか。素振りは多い。うん、素振り多めで練習するようにしてます。はい、はい、次は70切り楽しみにしています。ち、うん、次の目標はやっぱ赤でやっぱパワープレイしてみたいなっていうのはもちろんあるんですけど、うんうんうん、なんかもうちょっとやっぱ先にそのドライバーの距離をもうちょっと伸ばしたいなっていうので、やっぱレギュラーから回りたい。回りたい、うん、じゃあもうレギュラーに行く。行きたいなって思ってる。行ってる。行ってない。行ってない。まだ行ってない。まだ行ってない。いつから行く？もうちょっとあの触れるようだったら8月。いやわかんない。9月。どうでしょう。年内。年内にはちょっとね。もうレギュラーか。行きたいな。ちょっと変わるよゴルフ。飛距離絶対伸びるから。本当。間違いない。だって飛ばないと。そうですね。きついから。うん、私は間違いなくレギュラーで回って飛距離は伸びたなって感じです。遠いもん打っても打っても、うん、なんかやっぱ飛ばさなきゃとか、うん、っていう感覚になるし、はいはい、うん、
結構ガーってレギュラーでやるの一回なんかちょっと100とかあるけどね。うん、あるでしょ、あるでしょみたいな。めちゃくちゃ難しいやんこれも、うん、はい、頑張ろう。はい、じゃあピンチももさんです。はい、最近のアベレージスコアどれぐらいですか？とかレディースってやってたの、ね、レディース、うん、どうですか最近のアベレージは。9月は結構良くて、その70代出た月、うんうんうん、6月の分なんかもう3日4日とかその辺にあの70代上げて、うん、その後のゴルフも基本はずっと80代で回れて、お最近はレディースティーだと多分ちょっと90は打ちたくないっていう感じになってきた。おめっちゃ良くなってるじゃん。そう、じゃあ最近はもう80代で基本回れるんだって、うん、回れなってなった。90いったらもうちょっと結構ああやばい練習きたなみたいな、うん、はい、はい、じゃあもう一個いきます、うん、カーシモン丸岡あたえ、うん、さんです。ヤマハの使い心地やどんなところが気に入っているかおすすめポイント教えてください、はい、私ヤマハのクラブは、うん、特にアイアンがすごい気に入ってて、うんうん、すごく軽いんだ、うん、なんかすごい軽くて、うん、なんか柔らかく飛んでいくっていうか、アイアンが、アイアンがなんかねすごい特にアイアンが気に入ってて、今インプレスだもんね。インプレス全部そう、レディースのレディースの A、うん、うん、ドライバーもあのまあドライ他のクラブもこっちやっぱ好きで使ってるんですけど、でもドライバーもなんかちょっと球が低く飛んじゃった時でも、まあ、ちゃんと上がった時とあんま変わんない距離が、うん、ランが出るっていうか、うん、音も好き、音も好き、うん、この前何だったっけ？ゼクシオ。あ、そう。うん。だいぶ変えたね。うん、全部変えた。ね。一掃したもんね。一掃。でもすごい使い心地よくて、最初から結構慣れた？最初から慣れた。おー。うん、結構ね、違うからね、うん、ゼクシオと。うん。でもヤマハの方が、少しシャフトもちょっと長い。長いね。うん。うん、そう。でも背あるからさ。そうそうそう。別に問題なく。うん、使い心地いいんですね。いい、はい、好きです。はい、リンゴルフニュースのお時間です。はい、9月10月のリンゴルフオープンはこちら左のテロップに記載されてます。9月23と10月14日、この2つの会場はアマチュアゴルフワールドカップ、以前ゆっこが出場したハンディキャップを使った日本代表を選ぶ試合の予選会も兼ねてますので、ハンディキャップを持っている方はぜひ参加してください。10月7日の砦国際は以前宝塚で好評だった100切りをやりますので、ね、めっちゃ好評だったよ。なんか応援してくれてる人たちがいっぱいいて、みんな楽しそうでした、はい、100を切りたいという方はぜひご参加お待ちしてます。ガンガン応援してくれて、ぜひ応募してください。はい、バイバーイ。